はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病と病生活の気晴らしにね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信を聞くためにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先日の通院でのね、血液検査の結果報告でございます。まあ、振り返ることね、この1ヶ月間血液検査でね、いい結果を出そうとね、必死でね、頑張ってきました。先月のね、その白血病のね、本来の白血病の治療のためのね、通院でね、この受けた血液検査の結果でですね、まあ、ステロイド糖尿病というね、種類になりかけまして、実にね、糖尿病予備軍にね、入団してしまいました。僕はね、その白血病、もともとの白血病のね、治療のためにね、骨髄移植をして、その副作用を抑えるために、このステロイドやね、免疫抑制剤と呼ばれる薬をね、飲んでます。これを飲んでいるとですね、悪玉コレステロールとね、中性脂肪の数値がね、上がりやすくなってしまいます。これはね、非常に良くないことです。血液中のね、コレステロールやね、中性脂肪が多くなるとね、高血圧や高脂血症となってね、血栓ができたりとかですね、血管の中にね、壁みたいな線ができるわけですよ。これもね、非常に良くないことなんです。そのね、動脈硬化になって脳梗塞、心筋梗塞をね、引き起こす可能性があります。まあ、これもね、非常に良くないことなんですよ。で、そしてね、その血液検査で算出されるその項目の中でもね、最も恐ろしいと言っても過言ではない、今の僕の中ではなんですけど、最も恐ろしいと言っても過言ではないですね、糖尿病に関係のあるヘモグロビン A1C という項目があるんですけども、それがね、基準値のね、上限をね、上回ってしまっていました。このままやったらね、あかんなってなって、管理栄養士さんからね、食事療法のね、指導を受けてですね、食品交換表という本があるんですけどもね、それを読みながらですね、こう毎日自分でね、献立を考えて、骨髄移植の副作用 で起こる口内炎をそのなってる中でね、そんな中でも食べれるように、味付けをね、全くしないスーパーヘルシーな流動食を作ってね、毎日食べてました。まあ、その流動食でもね、その1日に摂取する総カロリーをですね、1600キロカロリーまでにね、こうしっかり抑えてたんで、お腹が空くわけなんですよ。まあ、食べる量が単純に少ないんでね。でもそれでもね、こうなんか飢えをしのぐじゃないですけどもね、そのお腹が空いた分っていうのは水分でね、補ってました。僕こんな体やしね、いろいろ気をつけなあかん状態やったんでね、その健康に良さそうなものをね、コメント欄で皆さんからね、教えてもらってね、いろいろ試しました。その結果ですね、悪玉コレステロール、中性脂肪、ヘモグロビン A1C、 この3つ全てがですね、下がってました。いやー、よかった、ほんまによかった、ほんまによかったですわ。まあね、僕の動画をずっと見てくれてる皆さんならね、知ってくれてますけどもね、まあ、この1ヶ月間ね、牛乳をね、やめて正解やったんですよ。ね、ゆつ大将牛乳飲んでませんとね。まあ、別にね、やめんでもよかったんですけど、やめんでもいいみたいだったんですけども、この数値に影響が出てくるぐらいね、飲んでいたので、ガブ飲みしてたんでね、牛乳も飲みすぎたらね、良くないらしいんですよ。で、ほんまにね、もう豆乳に変えて正解でしたわ。まあ、その先日のね、通院の模様もね、お話ししますとですね、まあ、昨日なんですけども、昨日の動画でもね、お話ししたんですけども、まあ、その通院がそれぞれこのタイムスケジュールというか順番がありましてですね、最初に採血行って、で、次に歯医者行って、で、LTFU 外来っていう看護師さんとの面談のなやつを言ってから、最後に血液内科で見てもらうっていう順番やったんですけども、まあ採血もスムーズに済んで、で歯科も行って、銀歯詰めてもらって終わって、で、ほんでちょうどええ時間やったから、そのまま歯医者が3階にあるから、この LTFU 外来の診察がね、その2階なんで、そのまま運動のためにですね、階段を降りていったわけですわ。ほんで診察室の前の椅子に座ってたらですね、マイクで「安さん、お入りください」って、安さんとは言わないですけども、で、部屋に入ってたんですね。看護師さんがですね、満面の笑みでね、僕を迎え入れてくれたわけですよ。なんでそんな笑ってんねんと思うぐらいね、
ほんまに素敵な笑顔やったんですわ。おかしなんやろな思ったら、やすさん今日はすごい結果がいいですよ、どうしたんですかと思うぐらい下がってるんですって言われてね、2人でこのね血液検査の結果のね、表示されているパソコンを見ながらですね、悪玉コレステロールがこんだけ下がってますとか、ヘモグロビン A1C もすごい下がってます、すごいですねってね褒めてくれたんです。もうほんまこんな感じのトーンでね、わーってね褒めてくれたんですよ。もうね褒めすぎやろって思うぐらい褒めてくれたんですけどね。でもね、まあ、僕の心の中ではですね、ほら見たことか、俺がこの1ヶ月間どれだけの思いで生きてきたと思ってんねん、とどれだけの思いで牛乳を断ち切ってきたか、どんだけの思いでね草食動物のような食生活を送ってきたのかとかね、まあね草食動物は言い過ぎですけども、まあ、血圧もね体重もねいい状態をこうキープしてですよ、その三大栄養素って言われてる炭水化物タンパク質脂質をね、その糖尿病食品交換表っていう先もねお話しした食品交換表のね本をね読んで、バランスよく食べてきてですね、朝早く起きてダラダラせずに縄跳びをして散歩をして子供の弁当を作って洗濯物をして掃除機かけてを繰り返してきたこととかね、あんなに言う MCT オイルも始めました、まあ、実はねちょっとスクワットもねやり始めてたんです。柔軟体操もね怠ってませんでした。もうそんなことが全てが重なってね、もうこの結果だったんでね、もうほんまに嬉しいです。もうねとうとう看護師さんからもね、やすさんめっちゃストイックですよねって言われる始末ですわ。まあそのね、その看護師さんはこの動画 YouTube 見てくれてるんですけどもね、まあソイックと聞けばねいいように聞こえますけども、ただのね気にしいなんで、そんな気にしいな性格を受け止めてね、受け入れて、そのやった方がいいよっていうようなこととかね、その食べた方がいいよっていうものをこうやり続けていただけなんです。まあねほんまかどうか知りませんけども、こう自力でここまで数値を下げる患者さんなんていませんよってね言ってくれたんですよ。だいたい骨髄移植して免疫抑制剤飲んでる患者さんでね、まあ、僕のように高血圧高脂血症になってる人らはですね、血圧を下げる薬とかね飲んでる人もいれば、まあ、もっと長い時間かけてね少しずつ下げていく人もいてるようなんですけども、褒めすぎやろっていうぐらいね褒めてもらっててね、ちょっと照れましたわ。ほんでね、その2週間ぐらい前から始めてるその縄跳びとウォーキング、それもね褒められましたね。これでね糖尿病予備軍のね1軍から解放されましたわ、というか2軍に降格しました。いや実はですね、その LTFU 外来のね次のねその先生が待ってる血液内科でのねその本ちゃんというか、まあ本番の診察でですね、血液検査の結果をこう掘り下げてね問診されるんですよ。まあでも下がってくれてたはずの悪玉コレステロールと総コレステロール値もまあ、中性脂肪はね結構上限よりももうだいぶ下にいってたんで、もうチャラじゃないですけど、まあもう良かったんですよ中性脂肪はね。で今回はその悪玉コレステロールと総コレステロール値っていうのがねまだまだ上限より高いので、まあ、それに関してこうチク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 ねやっぱ言われましたわ。昨日の動画でも言いましたね、チクチク言われてきますってね、結果言われました。なのでね、まあ、このままやったらねあかんからね、このしっかりねこう下がってくれたねこの食生活っていうのをね続けていく方向です。まあ、しかしねいいこともありまして、なんとですねその免疫抑制剤の分量ね下がりました、減りましたわ。 15mg やったのがね 12.5mg にね減りました。まあ、そんなに減ってないんですけども、まあ、骨髄移植後のね GVHD 移植変態縮小病っていうやつの症状も、まあ、ここ何ヶ月間はね激しく出ているわけじゃなかったし、その白血病細胞もねそんなにガツンと出てこなかったわけもあって、ということなんで体の状態が良くなってきたので、との分量をね減らしていく治療方針に変更になりました。その1日にね飲む分量回数もね、その朝食後に朝ごはんの後に1回飲むだけになりました。いやーほんまに良かったですわね。でもまだね2軍なんですけどね、まあ、そんな状態でもね僕が驚いてるのはね、そのヘモグロビン A1C というね糖尿病に関する数値はね測ってからその向こう4ヶ月間はねそれが影響してくれるっていうことを聞いてたんで、やっぱね夏、昨日も言いましたけども夏まで上がりっぱなしなんやろうなと思ったわけですよ。
まあ、それは今回上限よりもすごく下がってくれるということはですね、その先月昨日から先月先々月その前でその前ぐらいかな、過去4ヶ月前からの、生活習慣食生活を改善してきた行動が、まあ、功を奏してくれたんだと思ってます。でもね、まだまだ気は抜けないので、免疫制御剤が完全になくなったわけじゃないんで、このこれをね、このさっきも言ったんですけど、これをね、この食生活を維持していかなあきませんので、まあ、しっかりとね向き合っていかなあかんなとね、改めてね実感しました。まあそんな感じでね、結果はね良かったです。そんな感じでね、今日はね血液検査のね結果発表でございました。ね、結果はね良好でしたよ。良かったです。ほんまにこうこうでね、あの僕のまあ悪い癖なんですけども、人間のせいだと思うんですけどもね、いい結果出たらやったーってなって気が抜けてね、その気の緩みでね、またその失敗してしまうとかね、悪い結果になってしまうとかっていう風になるんでね、ここでもね気は抜かずにね、とりあえずこの症状、口の中の症状が落ち着くまでとか、免疫抑制剤を飲む分量がねさらに減っていくようになるようにね、体の状態が良くなるためにやっては結果を見て改善して、またやって結果を見て改善してっていう風な感じでね、しっかりとねやっていきます。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。もうね、グッドボタンとチャンネル登録してくれたらね、すごい僕の励みになりますんでね、よろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますかと願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。